んにちは、プリンセスモナコです。今日はね、豚の角煮をしたいと思います。ちょっと時間かかるんだけどね。それで、2つ買ってきたので、これを豚の角煮していきます。最初ね、この油抜きしたいので、お湯沸かして煮ますね。大雑把に油を取って、それからネギと生姜を入れて煮ていきます。油抜きしなくちゃね、油ギラギラになるから。それからね、煮てからね、切ると壊れるので、最初ね、下茹でして油取ってからちょっと切って、そしてネギと生姜を入れて醤油と砂糖で煮ていきますよ。お正月用にね。もういいかな。で、油取りしていきます。いいかな。あ、ちょっとお湯が多かったね。油で、ね、そして煮ていきたいと思います。これ油抜きしたの、ちょっと沸騰させたので、ちょっと油抜けたと思います。今度煮ていきますね。今度はお肉を煮ていきますよ。砂糖と醤油といっぱいいるんですよ。砂糖と醤油といっぱいいるんですよ、うん、砂糖いっぱい。どういうでしょう。お酒もいっぱい入れましょう。砂糖と醤油と酒入れました。ここにね、お肉を入れます。あれ、包丁が切れない。よいしょ。煮たら小さくなるのでね、これぐらいにしとこう。
醤油と砂糖とお酒いっぱい入れましたよ。そして生姜の塊、皮むかないでこのまま入れていきますわ。よいしょ。そしてネギ、こうしてじっくり煮ましょう。途中で味見してね、あの醤油とかお砂糖の調整します。これで1時間以上は煮るんです。1時間以上は煮ますよ。はい、しばらくお待ちくださいね。はい、豚の角煮してたんですけども、ちょうど1時間経ちました。だんだん柔らかくなってきてね、柔らかくなったら 肉が煮崩れしてボロボロになるので、さっき切ったのを半分にまた切りましたよ。ほら、ちょっと小さいでしょ。さっきね、これのちょっとこれぐらいの大きさだったんですよ。これぐらいの一塊がね、煮崩れる前に半分に切りましたよ。もうポロポロになって、あの柔らかくなったら崩れてしまうので、でだいぶ柔らかくなって、味も砂糖醤油のいい味、美味しそうな感じになりました。でもこれね、もうちょっと煮たらね、もっと美味しくなるんです。本当はゆっくり3時間ぐらいしたら本当にいいんだけど、ちょっとそんな時間もないのでね。でもまた明日ぐらいまで霜はしといたら、ネギもくたくた、明日ぐらいまで霜はしといたら、このタレの、タレっていうか汁の中でね、うまいくはホロホロになってしまった、そーっと置いときますよ。はい、こんな感じ。それでね、これ美味しいから人気なんですけど、はい、豚肉の角煮こんな感じでできました。とても美味しいんですよ。味しまわして、もうちょっと柔くなったら本当に、はい、ちょっと時間がかかりましたけど豚の角煮できました。プリンセスモナコでした。ありがとうございます。